よしよーし。え、逃げた。どうですか。かわいいです。男の子を夢中にさせていたのはモルモットです。この度2歳のメスウニと2匹の子供の写真が森永製菓のベジタブルオットットのコンソメ味の菓子袋に採用され、先月から販売が始まりました。オットット発売40周年を記念して、日本動物園水族館協会に加盟している中から全国40施設とコラボする企画で、県内からはワンパークのウニ親子が選ばれました。オットットといえば生き物をかたどったお菓子ですが、わかりますか？中央にあるのがモルモットです。こちらもこのパッケージ限定です。昨日ワンパーク高知では発売を記念してオットットを持参した来園者に記念のシールが手渡されました。ここには楽しいのでよく来ます、モルモットが一番だと思います。クリクリした丸い目や毛並みなのです。残念ながらパッケージに選ばれた子どものモルモットは別の施設などに行ってしまいましたが、ウニをはじめとするおよそ20匹は園内のふれあい広場に不定期で登場しています。モルモットが選ばれてとても嬉しいです。たくさんの皆さんに会いに来ていただけたら、優しく触ってもらえると嬉しいですね。